いただいて、そこでもちょっと喋ったこともあるんですけど、まあいろんなところで喋ってることもあるんですけど、結婚して8年になるんですね。でなんかね、僕はやるんですよ、ちゃんと記念日とか。なんか僕はね、されてない感がめっちゃあって、前のこれも言うてますけど、母の日に嫁にサンダルを買うてあげたんです。自分の中では高い金額のサンダル、1万何本のサンダルですよ、それを買うたんです。ほんで渡して、母の日に。で父の日は、買いに行く時間ないからカード1回切っていい券をあげますって言われたね、微妙やんか、そういうことかって思ったんですよ、父の日って。とでもまあ嫁が言うてくれるしありがとういうこと で何買おう思って、あんまり高い金額のもなあ思って、東京でパンツ買ったんです、ボクサーパンツをね、赤色のやつ3枚で、急いでたからバーって取ってレジ持って行って、こうって袋入れてもらって、そのまんま東京やったんですけど、大阪戻って嫁に、ありがとう父の日使わせてもらったよ、3000円、ね、1枚1000円のパンツ3枚買うたから3000円や、これ見て言うて出したよ3つ。ほんならサイズがこっちから XL、XL、XS やったやん急いでた代償やわなこれは。でね、言うたんです、店員の人も分かるやろと、なんで急に俺が XS 攻めんねんここでね、お客さん違うんちゃいますかの一言ないのかとね。でもまあこれは僕の中不注意ですから。ほんで嫁がね、ああ一個損したなみたいなこと言いよるから、ちょっと腹立って、いやこれなお前言うとくけど、あのトランクスやったら無理やわ、確かにもう面というか硬いから、ボクサーパンツはね伸びるからねいけるかもねって言うから、無理やてって言うから、いや分からん言うて。で俺、嫁がリビングおったんですけど、一人で風呂場の脱衣所のとこ行って全部脱いでパンツグワーやってやったら、入ってんパッツンパッツンやけどね、何すか、おこれ入ったぞ思って、ほんで嫁に大きい声で入った言うて、見とけ言うて、もうリビングバー行ったんですけど、もう自分の力に、あとはゴムの力でもうおっという感じの、もうパッツンパッツンやからね、もうこっから押されるみたいな感じで行って、どやって言ったら嫁がね、お履けてるやんって言うたら、あのこの上のゴムの部分が時間経ったらイカ丸々みたいにくるくるくるってなってきてね、それかっこ悪いんちゃうって言われて、これうちではイカ丸々事件っていう事件として今も片桐に疲れてる事件なんですよ。これが前のね、父の日と母の日なんです。でこの前は結婚記念日ですよ。パッと朝起きた、あ結婚記念日や今日、あーでもなプレゼント買いに行く時間ないな、仕事行かなあかんから、まだちょっと時間ある。で地元の花屋さん行って、こんな花バケット言うんですか、そこに花やってもうて、それ買うてでドーンと置いて、ほんで俺もクレジットカード1回分券って書いて、金額はあなたの両親に任せますって書いて、それ貼って、でいつもありがとうね、パパ愛ね、リリア愛ね、上の子ですね6歳です、リリア下の子2歳ですね、を書いて置いて、ほんで仕事行って、ほんで夜帰ってきたやん。ほんだら嫁もなんかしなあかん思ったんでしょうね、まあ買いに行く時間ないっちゃないかもしれんけど、もう寝とんねん。で俺自分の部屋バーンって開けたら、パソコンのところに俺の好きなもんですよ、確かにおにぎりせんべいとコーラ、ダイエットコーラかゼロ、10円のガム2個置いたんねん。でそれだけでは寂しい思ったんかしらんけど、俺が割れてる写真置いとんねん、わしゃ死んだんかい。で微妙な写真選びよね、ちょっと笑ってるみたいな、使えんことはないなみたいなね、そういう僕はそれだけですよ、モータンは。で嫁はこの前そのクレジット1回券を行使しよったんですよね。何買おうと思います、4万のコート買いよったんです。これはうちのね
家庭ではお前の金額ガチ穴事件として今語り継いでるんですけど、僕パンツ君アウター言うてずっと言ってるんですけど、あいつはガチですね。そんなんがあって、でこの前のバレンタイン、まあうち女3人ですから、まあ、下は2歳ですけど、まあ男1人やからチョコレートいっぱいくれんのかなみたいな気になるじゃないですか。ほんで2月14日ですわ、朝起きたら、あ、喉痛いってなって風邪ちゃう、またその時ね、今年の冬はずっと風邪ひいてて、扁桃腺から来る熱、もうめちゃめちゃしんどいんですよ。もう40度近く熱上がるから、でうわーってなって、ほんで治った思ったら2日後にまた、あー痛いのどうってなった、熱パーン上がんねん、もうしんどいと。もう免疫力がだいぶ低下してたと思うんですけど、一回うちの下のリリアっていう2歳の女の子が胃腸炎っていうか胃腸風邪になってグッザーってなってたんですよ。もう上からも下からも、でリリアってほんまに悪いんですよ。上のアイネと比べたらこない悪いかと。お子さんいらっしゃる方、2人いらっしゃる方、2人以上いらっしゃる方、あ結構いらっしゃいます、そこご夫婦もそちら悪いですか、下の子、下の子やっぱやんちゃですか、下の子やんちゃですか。めちゃめちゃですね。うちのもうリリアの話もこれ長なるかあれやけど、すごいで、今もちょっと口が遅いんですけど、あんま喋れないんですよ。片言ぐらいは喋れるんですけど、全然喋られへんかった時に、朝寝ててファッて目覚めたらずっと俺の顔があって見とんねん。これ怖いやん、子供でも、実の子供でもな、目開いてこうやって見られとったら、あおかえりなさい、どうぞ。ほんで怖いからね、うわってなって、なんやって言ったら、いやーって言われて、なんかほんま武藤みたいな、いやーなんやねんって言ったら、いやー、でそのままどっか行きよう。すごいんですよ、うちのリリアは悪いわ。これも前言うたけど、悪が好きでね、アンパンマン見てもなんもこんないね、メロンパンナちゃん出てきてもこんないね、バイキンマン出てきたらニヤって笑いよ、ね、で一言だけバイって言うよ。いや怖いよと、何しか悪いんですよ。なんかね、ちょっとの俺らが NSC の時みたいなことしようよ、ダウンタウンさんに憧れすぎた若手漫才師みたいな、おもろいのにちょっと耐えようね、こうやってほんでちょっと笑うみたいな、もう戻すみたいなね。いや子供やねんから笑ったらええのに、わあ笑えへんね、ちょっとこう耐えようねなんでってなって、笑ったらええやんってなんねん俺は。この前も悪かった、どれで表現したろうかな、見えます？テレビ、ここで見とんの。自慢じゃないですけど、うちのテレビ65インチっていうでかいでしょ、ここで見とんの。で俺ね、寝起きやったからバーンってやって、リリア目悪なる、離れなさい言うてる、パパがね、ちょうどこの辺ぐらいから、もうほんま距離で言ったらこの辺やで、リリア離れなさい、全然向けで、こっちも寝起きやし腹立つから、リリア離れてるパパが、全然離れ腹立ったから毛布投げつけたって、リリアお前言うてバカなのか、バン毛布、ほんな毛布がねバサッ当たってストンと落ちて、普通子供泣くやろ、泣くやろ、バーンパタパタパタ
チラって見て、ハッて戻って、デコつけてる。嘘ってなって、デコつけようね、画面に。ずっとこうやって見とんねん。で、やめ言うてるやろ、バン話すやん。泣けへんねん。普通さ、子供ってね、なんとかせえ、うわー言うやんか。なんとかちゃうんか、うわー言うやんか。うちの子は、なんとかちゃうんか言うたら、俺に向かってね、え、何それってなって。悪いね。最悪やて。いや、可愛いとこもあんねんで。可愛いこと言うて、昨日、ちょうど昨日や。ほんまに。いや、ラジオで言うたやん、昨日。あんね。全然終われんかった仕事で、朝夜早い遅いで、ほんで昨日たまたまラジオやったから10時頃までは家おれて、で遊んどって、もうあれもうほんま二十歳でやったら殺されると思うけど、へそぶー舐めたりとかしとって、リリアンねキャー言うて喜びおんねん、ね、わー笑うとんねん、ほんでわー言うて、ほんでだからパパ今お仕事行くからねって言うたら、車の鍵隠しよって、いやーああ言うて、ちょっと泣きそうになるやんこっちもね、分かったリリア、もうパパなお仕事行かなあかん、ああもっと早く帰ってくるな時もあるからもっと遊ぼうって言ったら、ああ言うから、ちょっと泣きそうになってきて、で分かった分かった言うてな、言うてリリアポンポンってやってね、もうパパお仕事行ってくる、みんなねためとかみんな頑張ってくるからねって言ってね、だからあの書き貸して言うて、いやあって、もう分かった分かったって泣きそうなんねんけど、5分ぐらいは泣きそうなんねんけど、なんか6分ぐらいになってきたら、早よ出せやってなってきた。じゃあもう行かなあかんねやんか、言って。な言って。あ、リリーって、早よ出して、鍵。もうほら、入りが11時やから、もう出なあかんねん。なあ、早よって言うたら、プーちゃうがな、お前。出せって言うて。うわーって泣きながら走って行ったら、チャリチャリチャリって聞こえて、おむつの中に入れとんねん。な。ほんで、おいって嫁に、おむつの中に入れてろって言って、取れ言うたら、もう嫌がるよね。ほんで、もう行かなあかんから、リリアって走り回って逃げようね。俺、早く、貸せ貸せチャリチャリチャリ言うてるから貸せ言うて。ほんで、もうしゃあないから、パパ行かなあかんねん、ほんまに車で行くねんって言って、もうリリアガッサー抱いて、家バーン出て、今車って鍵いらないんですよ。鍵がカバンの中に入ってれば。子供抱きながらピッと押して、ガー開けて子供出しながらエンジンかけて、ここにあるわけやから鍵がね、リリアのね、ボーンかけて、もうパパ行くから言って、今や言うたら嫁が後ろからおむつストンってやったら、あのね、ディズニーランドのね、クラブ33っていうとこあるんですね、都市伝説的な場所、そこに前行ったんです僕ね。その時にこうた革のキーケースあるんですよ、これぐらいの薄いやつ、ケツにパッカーンはまっとんねんしてくれてんねんみたいな、ほんでバー行くね、もうごつい悪いんですよ、ね、でもええとこもあるんですよ。で何の話しとった、あそのリリアがぐたーなっとんねん、ほんで俺ねかわいそうやから親やったするやん、大丈夫かリリーって、もうパパに移したいのにチュッ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 ってやっとったら、ほんまに4時間後水みたいな下痢になったんですよ。あれ普通移れへんやん、移したいのに言うてもほんまなかなか移れへんもんや思うねん俺。低下しとったんかな、映したいのにパパにチュ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 って言ったら、もう4時間後トイレで来ないなってんの。めっちゃ映されたみたいな。それぐらい体力押してて、で、そう、2月14日、寝てた、起きた、喉痛い、痛ってなってて、ほんなら、アイネとリリアがね、来よるんですよ。パパって。で、チョコレート入ってる箱1個だけやって、結果はね、僕に。パパチョコレートバレンタイン、でも痛いし喉ちょっと風邪気味になってきたと思ってる時から、ああごめんな、どこで覚えたか知らんけど、パパとあれママとアイネとリリアからギリチョコって言うた。いやお前とリリアはやけど嫁がギリやったら嫌やろって思って、まあ、最近そんな感じで扱われ方もしますけども、ほんでありがとうってもうて、ほんでバッサーしんどいわー思って中見たら、チョコレートこれぐらいのチョコレート3人で1個や、紙みたいなこれぐらいの紙がわっさー入ってんねん、これなんや思って、1枚ファッて見たら、アイネが肩叩き券、ベタな
書いて入れてくれてるんですけど、なんやこれって見たら、まあベタなとこで言うと肩たたき券とかお手伝い券って入ってるんですよ。で何これ思ってどんどん見ていったら、なんかテンション上がりだしたんですね、書いてる時に。なんかようわからん券がいっぱいあるんですよ。まあ言うたら、あの一緒に寝る券とかね、お風呂一緒に入る券とかで、一緒に遊ぶ券っていうの、これは朝昼夜バージョンが3つ入ってましたけども、ね、ほんであとディズニーランドに行く券って書いてる。これなんや言うたら、これ出したら僕が連れて行けるんですって。もうよう分かってないやろとね、あのこういうのはパパの利益がねって優先されるやんかって、これ出してうん十万も使うて家族連れて行かなあかんのんパパ、うん、まあそう。で次パッて見たら、あの何でもけんって書いてる。何これ言ったらスペシャルらしいです。それはもう問わない、なんかもう魔法の剣らしい。へえ、うん、まあまた見とくわ。でその日は仕事に行ったんです、置いて。ほんならもう体調どんどん悪なって、で次の日かな、帰ってきてもう熱がーなって寒ってなって、で部屋入って寝てたんです。ほんなら嫁がリリア抱いて、リリアの友達、アイレじゃなくリリアの友達のママ友と2時間だけ約束しててんけど、やめとこうかって言うから、いやもう行ってきてって、俺どうせ寝てるだけやから、ええよって。アイネがディズニーチャンネルで見たいもんがあるからおる言うから、ああ分かった分かった、アイネに言うわって。ほんで息をったんです。ほんでだんだん寒気してきて、僕とアイネしかおらんですよ、リビングにアイネおんね、俺部屋で寒ってなってきて、これ完璧風やわ。ほんで熱測ろう思って、アイネアイネって言うて、ほんならああああ言うて、けえへんで、マジかテレビめっちゃ見てるやんってなって、まあ言うたらもうまあまあ寝てる状態ですもん、こんな状態ですもんね、こうなって、アイネうん、うわめっちゃしんどい思って、けえへんやん、アイネ来いって言うてもけえへん、うわしんどい、パッて見たらチョコレートのやつあったよ。ほんでそれパッて出してパッて見とったら、いろんな剣入ってねえで、さっき言った剣ね、その他もいっぱい入ってねえで、いろんな剣が。で見たら名前読んだら来る剣ってちょうどあったから、アイネ名前読んだら来る剣使いますって言うたら、タッタッタッタって来よった。ほんでそっからブワー探して見ながら、でお手伝い券だったから、アイネに、はいって名前呼んだら来る券とお手伝い券、あの体温計取ってきて、なんか息をしんどいって来て、もう体温計なんかほとんど俺見んと、はいってテレビ見とんねん、リビングでもう、ああ貸して測って、ピピピピ 39.2 度や、さっぽ通りでこれ絶対扁桃腺やん、これしんどいわ思って、喉乾いた思って、アイネアイネって言うても、あーんって言うね、もう名前読んだら来る剣を使ってしまってるからどうしよう思って、もうこれはもうしゃあない思って、スペシャルを使おう思って、アイネ何でも剣を使いますって言うから、ダダダダダ走ってきよう、でこマジかそれ使うんかもうみたいな顔になってパパが読んだら絶対来ること言うて、それをやったんです。でタタタタまた戻るんで、よしこれで読んだら来るっていうのはこれで確保できた、しんどいわ思って、で他なんかないんか思って見てたんです。何にも使えるやつないんですよ、パパを朝10時に起こす件なんで時間限定やねんで、プッチョ1個あげる件どうでもええし、でリリアと遊んでてもパパと遊んだる件みたいな、なんか知らんしみたいな、ほんでもう全然使えないんですよ、なんか将棋に負けたる剣みたいな、これまあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、将棋やっとるんですアイネがね、ほんで将棋しようパパ言うて負けたくないから、アイネが王さん以外の駒を全部こっち向けて置きよんねん、俺王様むき出しで1個だけやねん、で飛車とかみんな2個あんねん、あれもう置くとこあらへんねん、攻めてきよんねん、俺46手まで逃げたんや、でそれを負けてくれる
もうどうでもええわ、しんどいで。で、一個だけ、ちょっとパッて見たら、これ将来的にいるやろ、思たんが、結婚しない権っていうのが出てきたんですよ。で、これ何かって言うたら、たまにね、アイネに、アイネもやっぱりあれ、将来的に好きな人できたら結婚するのって言ったら、わからん。まあ、結婚っていうのはまだよう分かってないですよね。だから、でもあれやな、結婚したらもう、パパもママもリリアも一緒に住まれへんからな、って言ったら、今の意識やったら怖いやん。今の意識でパパとママとリリアがおらんようになったら怖いから、いやいやって言うんですよ。ほんなら結婚せんときやって言うたら、うん、結婚せえへんって言って、言うたときに、いつも僕が似合って笑うらしいんですよ、嫁に言わせたら。ほんならパパが喜ぶからと思って、結婚しない権を作ってくれて、入れてくれたらしくて、これは将来いるかも思って、必死で這いつくばって財布開けて、財布の中にそれだけ入れて。で、これ喉乾いた思って。で、アイネ読んでも、読むだけやんか。どうするべってなって、バー見てたら、途中で飽きたんやろうけど、白紙がいっぱいあってん。で、もうこれは、偽造しかないよ。こうやって移動して、ボールペン取って、右利きやけど、左で、水を取ってくる剣って書いて、アイネって言うて、アイネ呼ばれたら来るやんか。ダーって来て、はいって渡したよ。俺な、せえへんで。でも、密輸する人が入国審査受けるときってこんな時かなって思うねんけど、ドキドキすんねん。ちょっとこう見て、俺の顔とかこうやって見ようねん。俺なんかもういたって普通の顔しながら。でも、書きすぎてわからんねやろな。なんかバー生きようねん。ほんで、ポカリなーって言ったらポカリ取ってきてくれて。で、ポカリグーッ飲んで、しんどー思って。で、こっからや。もう一度枠に手を染めるともうその旨味を吸うてしまうとあかんね。偽造しまくりや。冷えピタを取ってくる剣あいねー血流れ行って、うん、T シャツを取ってくる剣とかブワー書いて、ほんで薬も飲めてね、もうその剣偽造しまくって、ほんでそのまま寝てもてん。俺ほんで朝パッて起きて、朝って起きたやん。なあ、明け方の1時ぐらいやって。ああ、もうこんな時間や、思った。ほんなもう、アイネもリリアも寝とるわ。で、嫁も帰ってきてて。ほんで、リビングおったから、ちょっとマシになったから、ちょっとマシになったわ、言って。ほんで、今の話したんですよ。子供って単純やろ、言って。ね。なんもな、願い事、俺見事違う、言って。何でもけんの使い方、言って。名前読んだら絶対来る、言うたら、もう来なしゃあないもんな、って言うたら、嫁が、いや、それ出して、一生パパの言うこと聞いたら、聞くことって言うたら、めっちゃええ子に育ったのにって言われたんですよ。うん、わかった。まだ何でも券1枚あるからな、言うて、また偽造したろ、思ってました。そういう知恵が働かんわな、俺。そうや、言われたらそうや。何でもええこと聞くことになって言ったら、もう偽造する必要なかったやん。そんな兵藤家が引っ越ししまして、塚本というところから西宮に。で、子供がね、小学校上がるから、嫁がもともと西宮やから西宮に戻りたいって言われて、もうしゃあないなぁ思って、ずっとね、塚本僕の地元住んでくれてたから、わかった、西宮に家を買おうたわけですよ。もうフルローン的な感じでね、もう77ぐらいまで俺十何万も稼がな済まれへんやん。もう一軒家って初めてでね、まあ僕2回引っ越してんのかな。一発目が平屋やけど借家ですけど、じいちゃんとばあちゃんと住んでたんですよ、11歳ぐらいまで。んで立ち退きになって近所の市営住宅に引っ越したんです。それが1回目の引っ越しや。で、そっから結婚して、前まで住んでたマンションに引っ越して、これが2回目。で、こっから今のところで3回目。一応2階建てなんですよ。初めてで、その2階建てっていうのが、もう初日や。あんな、イライラするわ。引っ越し終わって、まだ段ボール山積みやで。で、僕の部屋は2階、寝室兼仕事場。で、タバコはリビングの換気扇に吸えんねん。パジャマ着替えよう思ったら、2階か。
2階トントントン着替えて降りてくるやん。タバコ吸おう。あ、2階や。タバコ取って、うわ灰皿もやん。でまた降りていく。ほんでタバコ火つけて、はあ、仕事の明日の資料見よう。あ、2階や。腹立つわ思って消して、もう2階おろう思って2階パーって行って、ほんでまたタバコに火つけて資料落として見とって、コーヒー飲みたいな、1階やで、1階行ってでまた戻って、ほんでタバコバー吸いながらマネージャーの萩原に、あ、連絡しよう思って携帯1階や思って、その瞬間声に出してもうええって言うたんです。こんな不便なこと一生続くの思って、初日ですよ。次の日ふくらはぎパンパンなってんの。今なんか一部ですからね。もういたたたた、いたたたたみたいな、これいけんのこれみたいな、いたたたたってなって、ほんまに運動不足もあるんです。まあおしゃべり大好きにずっと来ていただいてる方ならわかると思うんですけど、僕体のどっかから変な音が鳴るんです。太りすぎてて、人生で今まで2回なってることがあるんです。あの1回目は新幹線に飛び乗らん、それに乗らなうんらいことになるっていう新幹線、階段ザー新大阪からガーって行って、ほんで早く早くってその当時のマネージャーに早く言われてガー行って、俺が入った瞬間にバー閉まったみたいな、閉まってゴロゴロゴロンってなって、あのトイレと連結部分や、そこでガーってなって立たれへんねん、しんどすぎて。で体のどっかからフィッフィッって聞こえんの。フィッ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 、なんかマイケル・ジャクソン的な音がフィッ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 、全然治れへんねん、しんどすぎて。どっから鳴ってるか全く分からへんねん、汗ブッタブタなってフィッフィッってなって、でも戻らなあかんやん、あの席行かな、フィッ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 、前から2番目のおっさんぐらいこなして見てるぐらいで、フィッフィッってなって、フィッフィッって、どっからなってるか分からん、しんどすぎて、フィッ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 で高槻のジャスコ見えたぐらいからちょっとちっちゃくなって、フィッフィッフィッ、これが1回目です。体のどっかから音が鳴るという現象はこれが初めてです。2回目、これは前住んでたマンションが9階でゴミ捨て行かなあかん思って、パッて見たらエレベーターがあった、エレベーター点検中や、アホちゃうかと、 9時15分から朝の点検してどないすんねん思って、でも掘らなあかん、生ゴミいっぱい出てるから、で歩いて降りたんや、もう割愛するよ話は、歩いて降りたんや、ほんならもう降りてるだけで3階ぐらいでもうなんかもう暗なって、もう暗なってんねん、もう体が、え、何これ降りてるだけやんってなって、ほんで必死で、わあすいませんゴミ言うて渡して登らなあかんやん、階段3階ぐらいで階段で来ないなって思って、もう胸苦しいって来ないなって、その時体のどっかからフォフィーフォフィーってフォフィー、どっから鳴ってるか分からへん、フォフィー、ずっと階段コーナー踊り場でフォフィーって、これが2回目で、この前3回目がありまして、あの今の新しい家って山手なんですよ。で家を買うか買うまいかっていう時、見に行ってる時は車やったんでそない気にならなかったんですけど、どえらい坂の中腹にあるんですよ。あのね、もう信じてもらえないと思うんですけど、車平坦な道からこっち曲がるんですね、でこっから坂なんですけど、行きますよ、ブーンこうなんです。これが500メーターぐらい続いてるんですよ、山やから。それの途中の200メーターぐらいのとこは俺の家なんですよ。ほんで車やったから備え気にならんかったんですよ。でいざ引っ越して、でこの坂降りて右曲がったとこに駄菓子屋があるから、もう初めてあのリリアとアイで連れて
駄菓子行こうかって行ったんですけど、こんな坂なんみたいな、降りんのも僕だけやかな、運動不足やから降りんのも急すぎて、歩き方がなんかわけのわからん歩き方になって、子供はバーン走ってんねんけど、俺だけあんまり行き過ぎたら速度ついて走ってまうぞみたいな、こんな走る歩き方俺人生で初めてやみたいな、必死で 200m こんな感じでずっと、パパ早くって分かってる言うて、めっちゃ恥ずいよ、そんな歩き方したことないでしょ今まで、ずっとこんなんやもん、何これ言うて、でちょっと緩んだら来ないのよ、あかんかんって止まって、またずっとこんなんや。ほんで下ついたんや、ほんで駄菓子買うたんや、そこまでええやん、次こんな坂や、見えへんねんもん家が、坂すぎて、ってなって上がっていくやん、 200m ぐらいあんねんで、もう 30m ぐらいで両ももがギンギンギンってなって、これやばいぞやばいぞってなって、そっから 15m ぐらい歩いたら太ももとそのギンとふくらはぎがズーンってなんねん、これやばいやばいってなって、でバク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 ってしてきて、でここで座ったやん、俺坂やで、普通の道の坂でこうやって座って、俺わかんわ、前見ても家見えへんねん、もうアイネがパパ先行ったくれ言うて、その後ろ姿しか見えへんねん、うわーってなって、その時にヒヒってなってヒヒってなってヒヒって、あ、またなっとる思って、3回目やぞこれヒヒって、ちょっと今回短めな感じなんですよ、ヒヒってヒヒってヒヒって、アイネ行ってもうて、まあ別に直線の家やから別にそんなに大丈夫やろ思って、でリリアだけがおんねん、ここにフィフィッフィフィッフィフィッフィフィ、リリアと目を追って、でリリアだけが待ってくれてんねや思ったら、僕にね、バー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 って言うぞ、俺がフィフィッフィフィッフィフィッ、何って言ったらフィフィってなってるんですよ、こうなってる僕にね、抱っこってフィフィッ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 、その時僕ね、話全然変わるんやけど、人生で絶対っていうことはないっていうのを悟ったことが一つだけあって、話覚えといてね、今のガサッて変わるよ、東京から新幹線で帰る時にトイレ行ったんですよ、出てきたらちょうどなんか連休明けから知らんけど、家族連れがディズニーランドからごっつ帰ろうとしてる時あって、僕が出た瞬間にリリアぐらいの子ですかね、なんか言うたんでしょママに、僕がトイレからガサって出たら、こっちの方でお前ら、ママやで、お前らわけわからんこと言うな言うてんで、うわって泣く声聞こえんねん、でファって見たんや、ほんならリリアかリリアぐらい、ちょっと大きいぐらい、2、3歳ぐらいの子がミニーの耳つけてうわって泣いてんねん、もう夢の国からね帰るとこやんか思って、ファって見たら、多分お母さんね日頃は優しいんでしょうと思います、それは絶対そうやと思います、ただ見たらね、こっちにベビーカーがさあなって、こっちに袋持って、もうここで風船持ってこないなったんねん、もうイラついたんやろな、まあ大人もしゃあないがな、ガーなったんねん、ほんでね泣いてる子にね言うた一言があるんですよ、お前らママやで、この状況見て分かるのかで俺それ見た時にね、子供にね、この状況を見て分からんかって俺は人生で絶対言わんな、なんぼ腹立ってもって思ったんです。話戻りますよ、バー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 、何抱っこ、お前この状況見たらあるのか、唯一違うのが、お前この状況見たらあるのかって言ったら、耳つけた新幹線の女の子はわーって泣いて、リリアにこの状況見たらあるのか
走って帰りよった俺一人や坂で、でシャッて聞こえて、ふって見たらもうおご近所さんやな、最近引っ越してた芸人さん座ってるわ怖い、シャッてられてんの。で考えてん俺一人でシシシシって言いながら、今日本で歩いて家に帰られへんやつって存在すんのか、これはやばいよ、立ってんけどもう痛いね、シシシシって、あのほがらかなお母さんおるな、俺シシシシシシこんにちはって気持ち悪いけどな、俺こんなおっさんが坂道シシシシって歩いとったら何この人ってなるけど、こんにちはって言われて、残り 50m で嫁に車で迎えに来てもらいました。今まで一度としてまだ1ヶ月ぐらいですか、自力で帰ったことがないんですよ。常に何かモーターついたやつ、電動自転車こうたやつよ、嫁がこれでいけるわ思てんけど、あれ初めの一こきだけやね、あれグンってなるだけ、あと全部自力やん、俺知らんかったわ。これでいけるな坂言ってピャー降りたったやん、降りてキャーよっしゃ行くでグン、パタンってなってシシッ無理や、ワゴンの方で迎えに来て、鍛えなあかんわ。道が狭いんです、ごっつ狭いんですよ、でも両通なんですよ、これが困んねん、俺車大きいんですよ、左ハンドルで、俺ほんま運転下手やねん、もうね、もうなんかもうラッキーの積み重ねやねん、もう当たってと思って行ってんねん、いつもほんまやねん、分かって行ってないねん、人はあかんよ、電柱ぐらいやったらもうガリガリってなれってなって行くねん、もう行けてんねん、たまたまやねん、ほんならね両通やねん、どれ行こうとするやん、前から来んねん、クラウンの古いのが、ほんならもうこっから下しかもう上しか出てへん、奥さんが軍手はめて10時10分でこうやって前から来はんねん、怖い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 ってなって、そこで止む、そこで止まらんとって俺が行かれへんってなんねん、あーってなったらブーン突っ込んできはんねん、ほんでどうしても赤いようになんねん、こうなってね、赤いようになって突っ込んできて、向こうが突っ込んできてんねんで、手離して俺の方見てどうしようみたいな顔で見よう知らんがな、こうやって車をね切り返さなあかんから、ティーティーティーピーッ、ちょっと隙間やっとできた、またブーンって来ようね、なんで来んねんどうするみたいな、知らんわ、下がってください下がってください。で一個ね、これなんやいう話でですか、車でビャーって行って、分かりづらいけどね、車がこう、僕の車がこう行く、こっちの車が来る、ここ狭いだから、こっちの車の人、こっちから車が来てるならば、ここにちょっとだけスペースあんねん。そこに車を寄せてください。で、こっちを行かしてください。ね。っていうスペースがあんねん。で、俺はこう来て、あ、車来てる思って、パーッとこっち寄せたやん。ね。で、向こうから、ベンツ来てで。ベンツでも、めっちゃ古いベンツ。でも、最高級的な。で、中に、なんか、昔めっちゃ偉かったやろな、みたいな白髪の人が、わってなった。ほんで、その人もまあ運転自信ないんやろな。止まってんねん。俺は所定の位置に止まってるんです、こう。ね。止まってんねん。行ったらええのにね。まあちょっと狭いからね。ほんで、あれ行けへんのかな思ったら、その人がね、俺とパッと目を追ったら、行けっていう感じでやった。って。いや、ちょっと腹立ってね。いや、人生の先輩やけど、いや、俺は所定の位置で止まって待ってんねんと。ね。で、もし運転に自信なかったら、ごめん、行ってってやってくれたら、わかりました、行ってみますって行くやん。止まったまま。まあ、偉かったやろな、昔は。知らんで知らんでなんか俺に。ってやるよ。俺もちょっと、なんぼ人生の先輩でも腹立つからね。俺もね。ってやったほら、車の中で、ドラーってめっちゃ怒っとんの。
こんな若造にそんな命令されたことないですけどみたいな顔になってあ、言うね、降りてはけえへんね。え、俺もよう降りひんし怖いから、お互いで向こうが言うから、こっちも腹立ってきて窓ブイーン開けて手出して、お前が行けってやったんですああ言うと、ほんで俺もバーン窓閉めて知らんふりしとったって、で止まっとって、ほんま1分もせんかな、やっぱお互いの後ろ詰まってくるやん。ほなもうしゃあないやん、こっちはやっぱりまあ言うても人生の先輩やしやな思って、まあほんなもうお願いかな、しゃあないか思って、もうちょっと元気悪いけど思って、ほんでD にしてファッて行こう思ったら、向こうもキュッて動いてでちょっと笑って思ったよ、せーのーでじゃなかったから、なんか行こう思った瞬間が一緒やったんや、ちょっと動いた時向こうもちょっと動いて、俺ちょっと笑ってで振ってみたら向こうもちょっとだけちょっと笑うと思うほんで俺が切り返してなんやしてかって言って、向こうもわー寄せながらわーって言って、ちょうど運転席こうなる時に見えひんよ、見えひんけどプッて鳴らして、ほんで向こうがプッって来てどこで友情芽生えとんねん。そんな新生活っていろいろあるな。まあ自分のね部屋2階やんか、仕事場も今もしくは昔一軒家住んでたことある人、結構やっぱ多いな、ありがとうございます。なんであんな音なんの、コトンってごっつ怖いわ、誰もおらんねん、下は下に寝とんねん、子供も嫁もリビングの横の和室で、2階におんの俺だけや、さらに子供2階にも子供部屋あんねんで、そっからコトンって言うねん、怖いわ。マンションなんか分かりやすいやん、急にドデドドンって言ったら風呂の蓋が落ちたなぐらいのね、分かりやすいよ、コトンって言うから怖いから、誰や誰や何や、中村のり用ののりのバットあんねん、昔買うて、プラチックでは最も硬い部門に入るけど木なら柔らかい部門に入るような、何の素材でできてるか分からんバットあんねん、それ持って下から嫁がどうしたんって上がってくんねん、コトン言うた嫁がそれなんか言うたんちゃうん、そお前すごいな、なんか言うた、その何かを突き止めへんのかお前は確かに何もないんですよ、でもパパやめてと、上で急に何や何やお前は言うた方が怖いってなんか侵入者が来てなんかおんのかな思うやん、言われて分かった、でも怖いね、一人でね夜カタカタカタ打っとったらカタンともう言われへんからね、怖いわ、見に行っても何もないねん、でパソコンの設定をまだしてへんかったから、この前後輩の川城に来てもらってやってもうたんですよ、パソコンのネットつなぐやつよう分からないですけどバーやってて、ほんで川城がやっとるから横でね、怖いねんコトンいいよねんとかってずっとそれ喋ってたんですよ、川城がほんまですかみたいな、でこれで一応できました、メールもできます、ネットもできます、ちゃんとやりました、でネット、あ、メールアドレスはこれですんで、あ、分かった、一回兵頭さんの携帯に鳴らしてみますねって言ったら、それで送ってくれたらブーンってなったよ、バッて見たらなんかメール来とったわ、なんか見てへんけど、あ、来てる来てる、オッケーオッケー、もう一個頼むわ言ったら、プリンター買うてん最近で線ないねん、すごいな今便利やな、なんか俺もよう分からへん、聞いただけの話やで、システムは全く分かってないよ、Y、 無線 LAN で飛ばしてます僕は、分かる人は分かって、無線 LAN で飛ばしてますから、線がなくてもこのプリンターも無線 LAN で飛んでおりますから、この無線 LAN に行けば線がこことここがつながってなくても印刷を押したら無線 LAN からこっちに行き、線もないのに印刷物がカタ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 と出てくると、何の意味か全く分かんないです、ああそうで、それも設定してもらって、
で家族で来てたからね、なんかご飯食べといて俺ちょっと書かなあかんから送らなあかんもんあるからで3、40分ぐらい、まあ、やってたやん。ほんで下降りて川城家族帰って、ほんで夜や一人でカタカタカタって言っとったやんな。ほんでコトンって言うね、また怖いわ。見に行って何もないな、まあ怖いわ。その日に限ってカタンってまた言うね、何やねんな。見に行って何もないね、怖いわ思って、ほんでブーってわって何や思って携帯になったやん。ほんでマネージャーの萩原からメールや、まあ仕事のことや。ほんでその下にね、さっき川城から届いたメールが未開封のままやってな。だからあこれ開けてへんわ思って開けたやん。であいつのボケや思うで、この家お化けいますって書いとアホや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 、あいつアホ、あいつアホや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 アホアホアホだからやっとったな。ほんならやで、まあ怖かった。カチャカチャ打っとったや。ほんなら急にプリンターがウィン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 ガタ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 、何何もしてませんけど、ほんでバーってウィンウィンガタ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 、えもうやめて、知らん知らん思ってバーって打っとったや。焦ってるから、あれ奇跡的なこと起きるな、仕事って入れてるのに、ちょっと焦ってるから死後でぐらいで変換をしてもって死ぬ後ほんでちっちゃい T になっとんねん、死後 T になっとんねん、怖っ、文字怖ってなって、何これって、それ消したやね、もう知らんねん、知らんねんけど1階のノートパソコンも無線で飛ばしてんねんな。だ嫁がね印刷押したや、知らんやん設定してるって。俺そんなん嫁が、俺が3、40分やってる間に川城にノートパソコンも下から印刷をしたらここが出てくるように設定してもうててんて。そんなん知らんで俺は。ね、どういうシステムでやったんか知らんわ。で嫁がね、印刷できんのかな思ってしたんやって。俺知らんやん。うん言い方、うん言い方、うん言い方って。嘘やろって。絶対嘘やろ。急に動き出したから。知らん知らん思ったら。ウィン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 。印刷しだして。発狂するぐらい怖かった何もしてないんで俺は、印刷はしとんねん俺ほんま椅子からバターンなってプリンターだけ見てて、もうイメージではね、お化けはいるよとか後ろを見てごらんとか、もうそんな脳やんか。ウィン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 ってなって、こうしてへんかったからシャーシャーシャー落ちて俺のここにストンと入ったんや。うわーって嫁が最近お客さんを招くことが多いから料理のレシピを印刷しててんけど、あの魚介の前菜マスタードソースカルパッチョいうのが出てきてね、もう怖いからカルパッチョでってなってなんかこれをお供えしろ言うてることなのかなで俺何もう何って言うてんの。もう離婚やろな結婚なされてる方ご女性でいいですか、まあしてない女性も想像してください。結婚してね、新しいプリンターが来たここで印刷したら上でできるって言ってたな川城くん、やってみよう、カチャね、ウィー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 言ってんのかな、言ってみよう。一方上では旦那はおーってなってるね。で嫁はできたかどうか階段どん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 上がってくるの、コトンで怖いのに、こんな状況でドタ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 来られたら、もう貞子こうじゃなくてこう来たみたいな、うわあ言うてガッサー掴んでカルパッチョみたいになって嫁ガラガラ、ふわどうそんな旦那どうしたって言うたら、自分が印刷した紙握りしめてよ旦那が、お化け柄のメッセージや
もう暑苦しいやろこんなやつ。カルパッチョや言うとるわ。マスタードソースのカルパッチョ想像もつかん。アホやわ俺。何時から始まった？6時。え？もうこんなやってんの？まかんやん。やめる？やめようか。え？まだあるで。俺話したいこと。家の話したいね。もう一個。ちょっとなんかもう帰らなあかん人は帰ってくださいね。でさ、セコムつけて。もう怖がりやから。一軒家。ほんまに帰んのかい！おい！若手並みのツッコミ迷うとんかいもんね。右いや左みたいな。待つ戻ってくるやろ多分。でトイレでしょ、セコムつけたんですよ。で月々1万なんぼかかるんですけど、まあ怖がりやし、で家も開けること多いし女ばっかりやからもう入っときたいと。ほんでまあ自分も一人やね、家おる時も怖いし。ほんで防犯カメラどうします言われて、防犯カメラだけは買い取りなんですよ。1台うん十万するんですけど、僕怖がりすぎて3台つけたんですよ。セコムの人がなかなかですねっていうぐらい行きますねみたいな、セコムしてますかみたいな、してますよって。もう長嶋さんに言われたらしてますって言えるよ今やったら。でさ、あのセコムっていうシールを貼るだけでちょっと防犯になるって言って、ちょっとあここ防犯意識高いなってなるから、セコムのシールだけ売ってくれよ人がおるらしいですよ。でね、おしゃべり大好き1回目に来た人います。1回目来た人、お来てくれてるね。その時も言うたんですか、あ1回目トイレ、もう勝負弱いなお前。その時も言うたけど、前これはどっちや思います、意識が高いのか低いのか。その時覚えてるかな、天王寺の方の、住宅街を取ったら段ボールでセコムって書いて置いてるやつだった。嘘やろこれはと。意識が高いのかアホなのかどっちなんやろ思った。そんな話もあるんですけど、ほんでねそれをつけたんですよ。ほんででも三大やからね、なかなかの額じゃないですか。でもやっぱりこうといた方がいいかな思って、でも自分の中でもやりすぎたかなとかいろいろ考えてて、でこの前ね今の話をしたんですよ、ロケバスの中で、大それみよのロケバスの中で。でドライバーさんがめっちゃ一緒なんですけどね、僕はその後ろでスタッフと喋ってたんですよ。でこんなんこうてで、お帰ってきた1回目から来てくれてるのに。俺がおもろかったやからな。あの笑いは。俺も片棒担いだぐらいの気やったやろ。いや、ほんで、今セコムの話やねんけどね。ほんでさ、やりすぎたと思って、自分の中でつけすぎたのよ、カメラをね。なんで具体的に喋らないの。ほんで、言うて、スタッフの人に、こんなんでね、こんなんでもね、セコムのシールあったら安心やから、セコム入ってカメラもなんか3台ぐらいつけて持てって言ったら、まあまあやっぱりタレントが言うとるからね、空気読んで、いや僕でもでも氷さんの立場やったらそれぐらいしますねとかね、なんか安心をお金で買えるなんていいですよねみたいな、結構まあまあいい返ししてくれて、でなんかこっちもああそうやってよかったなって思った瞬間、そのドライバーさんがでもあのセコムのシール見て反対にお金ある思って泥棒入りやすいらしいですねって言うから、その瞬間車内シーンってなって、ウインカーの音がカッチ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 って言うんだけど、ウインカーの音ってこんな大きかったかなっていうぐらいカッチカッチって言うんだけど、俺ウインカーが気ぃつくことは思うねん。人間でもさ聞かれたら嫌な話あー言うやんか、それと一緒でやばい思ってウインカーもカッチカッチみたいな、もう聞こえんときみたいな、でもシーンってなって思って、うわ俺やりすぎたんかなってなったんです。そのドライバーさん悪気ないんですよ、
ね、なんかみんな後ろでセコム喋ってる、僕も入らな、セコムのトークの引き出し、セコムガチャ、あ、泥棒に入られやすい、出してみよう思って出したんやろね。わーってなったんや。ほんでその人うわって空気なったから、なんかフォローしなあかん思って、いやそんなこと言うたって分かりませんしね、つけてる方が一番ですよっていうのがフォローの僕の中で100点なんですけど、その人がわーってなって言うた言葉が、でテレビでやってましたって言うたから、うわマジやんかってなって、それ天とかでやっとったらほんまにマジやで言うて、アンカーとかでやってたら思って、なんで天言うたんやろ俺、もうクビなったやつやんか天。そこは長そうや、知らん間に呼ばれへんだったからな、あれな。そんなことはどうでもいい。そうや、ほんでつけて、でね、でもつけた方がいいと思う、ちょっと安いプランでもね、やっぱり、僕はねつけたから、でカメラがあって、僕のカメラはそれでも安い方のカメラなんですよ。ほんで、あ、帰ってきはったんかな、大丈夫ですか、安い方のカメラで、人が前通ったらライトつくんですよ、ピカーンって。で、録画しようね、ちょっとの間だから、ピカーンって光ったら外で、家の中のモニターがあって、これぐらいのそこにパッて、そこの光ったカメラの映像が映るんで、ほんでキンコンキンコンって言うんだよ。パッて見に行くやん、初めの方、大抵なんかサラリーマンこうやって家の前歩いてるとかね、ちょっと車がブンってなっただけでキンコンキンコンって言うね。だからなかなかキンコン言いまくりよね。でも庭の方が、庭にも1台あるんですけど、庭がキンコンって言った時はパッと言ったら庭なんですよ、画面透明で見たら。これは人歩いとったらあかんやん思って、でバッとあの中村のり用の バッと持ってバー見たら、猫がこうやって歩いてるだけやん。大塚美容外科みたいなって、あ、猫か、よかったって。ほんである日ですよ、うちの嫁とリディアが風呂入っとって、ほんでアイネとすごいなー言ってて、ほんで、あ、アイネめっちゃおもろいことしたろうか言って、ほんでアイネここ見とき言って、モニターで俺外バー出て行って、でも庭をこうやって歩いたんす、こうやって走って、ほんでキンコンキンコン言うてるよな、ライトついてるから、でか隠れて、で次もう帽子も眼鏡もしてませんからね、パンイチになってまた出て行ったっていう。ほんならあのリビングのカーテンがシャーって開いて、割るとんねん、アイネが調子乗るやん、俺もほんでずっとこうやってってで、また端に隠れたりとかして、でまたパンって消えたな思ったら、次ちょっとティーバック気味にまたバーってライトがついてる間アイネが割れてる思うから、俺ずっとこうやってほんで全然伝われへんけど、756号打った時の王貞治言ってずっとやってる。誰も分かれへんと思うけどね。ほんで戻って、あれおもろいやろって、もう男なんで、でもこんなもんなんですよ、楽しみて、別に女はちゃうね、もうそんなどうでもええねん、でもそう言うたらあかんでってママに怒られるからって、女はねいろんなもん買いよるわないー言うてるやろ金、一回嫁のノートパソコン見てみ、履歴、雑貨、ね、なんか、バス、トイレ用品、レシピもあったわ。で、バーンあんねん。で、全部その前に、おしゃれって書いとったわ。おしゃれ雑貨、おしゃれレシピ、みたいな。なんか全部おしゃれやねん。それ用の安いやつ探すねん、そのね。で、アマゾンでバーンと押して、藤田兄さんみたいな人が、わー、走ってはんねんな、これ。な、どうや、どうや、言うてはんねん。ね、よう届くわアマゾンから。ほんでそれを配置しようねな、安いの選んで、で配置すんね、うんみたいなんで喜びをね。ほんでなんでそんなことするか言ったら、人を呼ぶためなんですね、やっぱり結局。ほんで来んねん女友達が、わーって、わーすごい言って、女友達ってよう褒めるな、すごいね、わーお城見たいって、絶対嘘やんかみたいな。で俺なんか知らんけど、嫁の友達来たら息ってあんまり喋れへんみたいな癖があるんですよ。なんか、あ、どうもこんにちはみたいな、芸人さん家でおとなしいねって聞こえて、なんか
リリアおいで、ツッと言われながら。まあ、嫁が自慢すんねん、これパントリーやねん。めっちゃ狭いねんね、パントリーって呼ばれへんねん、なんか。くぼみみたいなとこが。パントリーって。うわ、すごいいっぱい受けるやん。もう褒めんのうまい人おるわ。いや、うわ、もうあんまりこんなん言うたらあかんのか知らんけど、めっちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ褒めんのうまい人おんねん。これ何でも受けるねみたいな。ティッシュとかも受けるし、ええやんかみたいな。で、あれこれ床暖とか言ったら、もう嫁も、そうやねん、床暖やねん、みたいな、ごっつい顔しようね。あんま嫁のそんな顔見たないけどね、なんか、ごっつい、もうドヤ顔も通り越したみたいなね。うん、そうやねん、床暖、うん、床暖やで、みたいな。もうぬくいわこれ、あ、ほんま電気代がでも言うから、いや、そんなことないやん、電気代でもねえとか言うて、俺はどうもみたいな感じになって、ね、家で帽子とも眼鏡かけてどうも言って、その格好か、まあ、家でみたいな、ほんまみたいな。ほんで言うとったん、ほんならもう次和室を琉球畳にしてんねんな。ほんで琉球畳に座って、でそういう褒め上手のボケみたいなのあってね、うわ琉球畳やっつって、もうこれで沖縄行かんでええねえみたいなのがあってね。まあまあ言うて嫁がなっとんねやな。ほんでうちね、千枚リビングに嫁の夢や言うてね、シャンデリアつけとんね、千枚リビングに。これマジか言う、なんか違和感あるぞ言うて、もう僕にしたらなんかね、鏡餅の上にパイナップル乗せてるみたいな感じなんですよ。違和感ないかこれ言うて、せやのにね、これシャンデリアねで嫁が言うね、うわー言うて、ディズニーランドのホテルみたい言うたら、嫁がほんまそんなことないと思うけど言うて、クリクリっていうつまみやんね、これで光がふわっふわってなんだけど、ほんまそんなことないよな、ふわっふわっふわってやりまくって、ふわっふわっふわってなって、え、調節できんの、うん、せやねんとか言って、ほんでその子むっちゃ褒めるんですよ。わ、すごいわ、武道会開けるよねみたいなこと言うて、で、うん、まあまあねみたいな、俺も思うんだよね、言われて、言うて、ほんでわー、一通り見せようねな。ほんでこれすごいね、ここで全部床暖とかもいけんの、そやねん、ここで電気も全部いけんねや、ここに全部集まってるやんって言って、そやねんって言って、でこの横のこれ何、これセコム、これね、録画できんねん。これも撮ってこれも撮ってで、パンイチやから、その人言うたん、いや、ミカ庭にデブなおっさんがある何これ、呼んでギエー、俺睨んで、俺シューンなって、嫁がこれパパやで言うたら、もうその人えぇーってなってんけど、褒め上手やぜからね、その人わぁなりながら、メガネと帽子取ったらお若いですね言われて、褒めんのかい、ほんまに。そんな引っ越しのお話でした。今日どうもありがとうございました。